はい、次はボリューム奏法いってみたいと思いますね。ボリューム奏法というのはこうね、こうボリュームをまずゼロにしておくわけですよね。で弾いてそれをこうね、アンプからこれ出てませんよ、弾いてボリュームを上げてね、こう表現する奏法です。なんでまずゼロにして弾くっていうことですね。はい、いいと思います。で、このボリュームのいじり方ですよね。もちろんでちょっとレスポールとかあの、こうね、ボリュームが遠いギターはねちょっとできないんですけども、ストラートが一番向いてるかなとは思いますが、テレキャスでもギリギリできます。で、これ今ゼロになってるものを上げるとき、まず小指をかけてください。で小指をかけると小指が足りなくなっちゃうんですね。10になる前に多分こう開けていって10になる前に小指が足りなくなるので、薬指でこうサポートしてあげてください。わかりますかね。なんでゼロにするときは薬指から入ること、薬指から入って最後小指で受けて、でゼロにします。で小指引っ掛けてこうね開けながら、足りないので薬指で最後10まで持っていきます。なんで下げるときは薬指から入って小指に受け渡して最後ゼロまでね、こういう動きになりますね。開けるときは小指から入って薬指で決める、で薬指から入って最後小指に受け渡して止める、ゼロ、十、ゼロっていうね感じですね。小指から入って薬指で、薬指から入って切るっていうことですね。はい、こんなね、右手の使い方1個なんですが、何気にねこれ上手にできない人もいるので、こう動きを覚えておいてくださいね。小指から入るのと入って薬指にちゃんと受け渡すってことですね。小指から薬指に受け渡す感じができると言ってます。で、切るときは薬指から入って小指で消すと。はい、この辺も覚えておいてください。したらあとはねフレーズにこう、で応用していくわけですね。でここに一応譜面がついてますけども、こういうふうにね、すぐに音が来てしまう場合はいちいちゼロにできませんので、小指で行ける範囲の中で構わないので、面白いですね。弾いたら開ける、で一回消しに行って、でまた開ける、で次の音弾く前に消して、でまた開ける、でまた消して、開ける、で消してからまた最後開ける。そうね、ちょっとこうバイオリンっぽい感じなんてなるので、バイオリン奏法とも昔は呼ばれてましたね。はい、こう早い時ね開けきらないので、ね、大体7か8ぐらいまでしか開かないんですよ。で最後に10まで開けるみたいな感じでいいと思います。まあそんな早いフレーズではやらないのでね。音を出したらすぐ少しこう閉じて、うわーん、うわーんみたいな、ね、っていうのもありです。伸ばさない音だったら開けっぱなしじゃなくて、開けて少し下ろしにかかって、ふわーん、伸ばす音は開けます。この辺のねボリュームの開け具合なんかもセンスになりますので、自分のこう思い描くねボリュームの開き方をすればいいかなと思いますね。はい、こんなボリューム奏法も練習していくといざという時にね、いいと思います。意外なアドリブの出足ながら、なんかでこう合わせてねやってあげたりするのはジョン・スコフィールドなんかよくやってますけども、なかなかこうエキサイティングな感じがするので、ボリューム奏法も覚えておいてください。はい、では次行きましょう。